こんばんは、下井田です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりましたね、放課後ラジオ。始まりましたね。はい。で、今回は、実はみんなが楽しみにしていた、我が生涯のベスト漫画界なんですよね。ねえ、我が生涯って言うとかなりプレッシャーですけど、楽しくなりますよね。いや、本当ですね。うん、まあ、でも話の入り口として、まずちょっとですね、今すごく話題になっている、はい、これについての感想を。鬼滅ですね。はい、鬼滅ですね。鬼滅はいつかこの僕たちのラジオでもやろうと思ってたんですけど、はい、あっという間に終わっちゃったんですよね、連載がね。ですよね。なんか映画見ようかと思ったらむしろ連載が終わっちゃいましたね。うん、そんなことあるんですか？映画は秋口以降だったんだけど、はい、主演者の人に聞いたら、やっぱなんか引き延ばしはなんか無理だったみたい。あ、作者と、作者を。そう、作者はもうここでちゃんと終わるって意思が固かったみたいで。後藤家先生を。まあ、主演者としては、ね、主演者さんとしてはやっぱ引き延ばしたいですよね。うん。いや、意外とさ、みんな引き延ばしに関して悪く言うけど、1回、2回は本当に効くからね。はい、作者はもうずっと連載してるからいっぱいいっぱいだって思い込んじゃうけど、はい、ね、フリーザの後の人造人間の回とか面白かったじゃない？あもう1回あるなと思ったんだけどね。で、40巻ぐらいで終わるっていうのがいいような。あ、もう一回っていうのは1話って意味じゃなくて、もう一シリーズみたいな。もうボスキャラ一つ。はい、うん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 。言っても全然いけたと思うけどね。うん。ちょっともったいないなっていう気はしましたね。そうか。そうですね。でもまあ、ある意味ロックバンドじゃないけど、なんか、絶世、全盛期、頂点でやめたみたいな感じなんじゃないですか。まあ、ありますよね。あるんだけど、で僕なんかそこでジタバタするのがまだちょっとかっこいいと思うんだけどな。で、意外と前期と後期ってさ、代表作が変わるじゃない、バンドでも、はい、漫画家でも。なんで、そこまでできれば言ってほしかったかな。でも、洋平くんとかこれあるでしょ、うん、子供たちがもう大ファンで。そうなんですよね。最初、だから、まあ、まさに典型的で、まあ、そういう人世の中いっぱいいると思いますけど、うん、このコロナの時に、なんか、ネットフリックスとかプライムで、いつもなんか、鬼滅の刃出てきて、なんだよ、これ、って思って、うん、俺は絶対と思ってたけど、なんか子供がどうしても見たいっていうんで、ちょっと子供とのコミュニケーションのために、うん、そういう下心で見始めたら、ハマったし、全部。いや、面白いよね。はい。うん、進撃の巨人と一緒でさ、元の絵の厳しいところとか、アクションの足りないところを、アニメーションの人が全部きれいに描いて、補ってくれるので。そうなんですよ。だから、うん、なんか最初、イラさん、全巻見てます？うん、大体見てる。あ、なんだかんだ見てるのがすごい。でもね、8巻から9巻まで実は買って、その後、はい、ああ、もうこれもう続き読むのしんどいからって言って、古本屋さんに売ってしまった。あ、そうなんだ。これは最近また買ったやつ。なんか今おっしゃったように、そう、うちは逆にアニメから入ってるので、うん、なんか漫画とりあえず続き見たいしみたいに思って、うん、まず一巻を Kindle で、うん、サンプルでダウンロードできるじゃないですか。はいはいはい。で、ノリノリでこう子供と見ようとしたら、一巻が絵がやっぱり、うん、アニメに比べるとはるかに、まあ、劣ってるって ちょっと厳しいんだよね。うん。なんか全然雰囲気違くて、あ、もうこれみんなやめようかなと思って、逆にジャンプの方の最終回近いって聞いたんで、うん、原作見始めたら、やっぱ絵上手くなってるというか、うん、アニメとそこも相違ないので、うんうん、で、なんか漫画も読み始めて、結局、でも一巻に戻って、今読んで、うん、むしろ漫画。そうね。え、ひなさんどう？やっぱアニメ。私、アニメを見てました。うん、なので、漫画は実は見てないんですけど、うん、アニメは結構、なんでしょう。面白かったけど、うん、何回も見るっていう感じじゃなかったですね。そうだね。いや、だから正直言ってさ、うん、今回ちょっと、女性と小学生とかに受けたんだけど、うん、ぶっちゃけ漫画としてこれが、その和風アクションもの最高傑作かって言われると、うんうん、いやいや、そんなことないよなって、例えばさ、うん、例えば、その床に何が転がってるのかすごいですね。例えばこれですね。あ、ブリーチ。ブリーチは本当に絵も綺麗だし、アクションもすごくうまいし、うん、衣装のセンスとかもあるじゃない、うんうんうん、で、想像力もすごいからさ、だから、鬼滅の刃読んで、あ、面白かったっていう人は、一回ブリーチちょっと手に取るといいんじゃないかな。うんうん、ブリーチは本当すごい面白いよ、うんうん。ブリーチって何巻で完結してるんですか？ブリーチは、60巻ぐらいあるのかな。あ、そんぐらいあるんですね。うん、60、70巻あるよ。うん、ブリーチは逆に編集者の勧めを断れずに伸ばしてしまった方なので、あ、でも面白い。特にこのアランカル編のところまではもうすごいね。うーん、アニメ見てない？みんな見てないです。途中までしか見てないんですよね、うん、あ、でもアクションシーンとか本当に才があるし、うん、絵は抜群にうまいので、鬼滅を見て、ああ、鬼滅ロスみたいな人は
ぜひブリーチを読んでほしいよね、うん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 、でも確か絵はすごい本当に上手だったっていう印象はあります、うんうん、でも初期はこの人もそんな上手くなかったんだよ。一巻目とかは荒いから。ああ、そうかそうか。どんどん腕を上げたってタイプ。そうかそうか。うん、ああ、じゃあそろそろですね。はい。キュアンでサクッといっちゃう？サクッとまずいっちゃいましょうか。うん。はい。ではでは。はい、じゃあ読んで読んで。はい、じゃあ Q&A いきます。はい。25歳の男性からいただいています。はい。こんにちは。いつも楽しく拝聴しています。はい。ダイエットの回で、ヒロナさんにカツレツ庵のトンカツをおごってあげた話をしていた時の早川さんのさりげない先輩風のふかし方が、あ、そっちですか。面白かったです。申し訳ございません。これクレームですか？クレームじゃない。でもさ、そこ超高級店じゃないんだよね。うん、まあ、普通ですよ。まあ、だからその程度でより今僕言いながらより自分の器の小ささを、はい、すいません、はい、はい、そしてこの方はですね、なんと僕は皆さんの嫌いな自己啓発本やビジネス書が大嫌いです、うん、本屋さんで一番目立ったところにああいった本が置いてあるとイライラします。うん、昔から小説や物語を読んできましたが、周りの同僚たちがビジネス書ばっかり読んでいてがっかりします、うんうん、アンチビジネス書なこのオトラジは僕にとってユートピアです。いつか小説や文芸書の売り上げが自己啓発本ビジネス書をひっくり返すような日は訪れるのでしょうか、という。いやいや、あのね、そんなのないよ全然。ビジネス書とか自己啓発本って派手に見えるけど、うん、実際売り上げで言ったらもう文芸書の方がはるかに大きいから。あ、そうなんですね。うん、しかもさ、自己啓発本ってね、この前取り上げた7つの習慣、はい、みたいなロングセラーはあるけど、ほとんどそのシーズン売れて次の年にはないから。本当ですね。うん、でも文芸書ってね、10年、20年、100年、300年とかザラに残ってるんで。やっぱりロングセラーというかね。そう、売り上げで言ったら比較にならないよ。うん、でもこの方には申し訳ないですけど、私、うん、もうビジネス書とか、自己啓発本とかクソとか言って言ってるくせについつい読んじゃうんですよね。まあ、いっぱいいるよ、そういう人は読む。いや、でも、精神安定剤だと思えばいいんじゃない？そう、たまに。なるほど。そう、たまに読みたくなっちゃうんですよね。いや、読む薬だと思ってさ、何にも聞かないけど、読む薬。そうそう、うん、読んだだけで満足する。そうそう、なんか漢方薬みたいなもんなんじゃない？うん、ああ、そうかもしれないです。そう、病は気からだって、とかあるからね、うんうん、そっか、じゃあもう心配なくもう安心してビジネス書よりも、うん、じゃあひっくり返すような日というか、ね、別にひっくり返ってな返ってるというか全然ないっす、ないっす、あれですね、うん、ただ最近ちょっと自己啓発本の方がやや勢いがあるよね。うん、まあ、それはちょっと今の時代が厳しいから辛いからで、うん、みんな辛いなと思ってるんじゃないかな。やっぱりそうですよね。なんかこう、うん、まあ僕もデータちゃんと見てないですけど、やっぱりなんか不況だったり、うん、かなりこうそういういろんな危機的な時ってそういうものにね、うん、まあやっぱり別にビジネス書だけじゃなくて、いい悪いは別にそれはやっぱ宗教だったり、そうだね。いろいろでやっぱり何かにみんな頼りたいってありますよね。うん、そうそう。わらをもすがるだから何でもいいんだよね。うん、助けてくれそうな美味しいこと言ってるところは。うんうん、だから逆に言うと、自己啓発本が流行ってる時っていうのは、ね、新興宗教系も流行るし、うん、なので、ね、その時代を見るバルメーターみたいなもんなんじゃないかな。そうですよね。うん、確かに。そうですね。まあじゃあそういう意味ではね、僕らもまさに今日は、まあ自己啓発書ではなく、漫画とかももちろんね、そういうので乗り切ってもいいわけですよね。うん、いや、日本の漫画は、うん、すごいよ。本当に、うん、世界最強のコミュニケーションツールだと思う。おお、あらゆるものの中で最強だと思うね。うわ、楽しみだな、イラさんのベスト10。さあ、行きます。じゃあ、うん、じゃあ行ってみましょう。はい、はい、じゃあそれぞれ、ベスト3を選んでもらってると思うんですが、はい、じゃあ今回はその前半無料部分で1冊ずつちょっと教えてもらいます。はい、じゃあ僕から行きましょうか。はいはい。なんか女性に先に行かせるのはあれなんで、なんでそこ、あ、これ先輩風の次は何？レディーファースト風？よくわかんない。はい、すいません。どうぞどうぞ。これね、僕ね、あんまり先に言い訳するとあれですけど、やっぱりすごい、うん、1位と2位に比べて3位はかなり、開くんですけど、開くって言ったら3位のこの書いた方に悪いんですけど、うん、3位はですね、正直なかったんですが、なんとか無理やり入れて、うん、ブルージャイアント。おー、はいはい、はい。ブルージャイアント。うん、ジャズなんだよね。そうなんです。今度は。前回は登山だったんだけど。はい。何さんだっけ、作者は。石塚慎一さん。はい。でですね、主人公はですね、もともと高校生でバスケ部に属していた宮本大くんがですね、うん、中学か。ひょんなことから、ジャズの生演奏に心打たれて、そこから世界一の、こう、バスケじゃなくて、
ジャズプレイヤーになるみたいに、うん、まあ、なんかすごいある意味青臭いような話なんですけど、サクソフォンだよね。そうそうそう。で、そこから最初の、ブルージャイアントのシリーズは、普通に、10巻ぐらいで終わるんですけど、そこからですね、今度その宮本大がアメリカまで行って、うん、ブルージャイアントシュプリームっていう風になって、うん、そこから海外のこういろんなところで見つけた仲間たちとまたバンド組んでのし上がってるみたいな感じで、そのでも音楽ってさ優劣がつけようがないとこあるじゃない。そうなんです。そういうところはどういうふうに書いてるの。あのね、そうそうなんですよ。さすがあの鋭いというか厳しいツッコミですけど、うん、なんて言うんだろうな、その話自体これ僕の感覚ですけど、うん、いわゆる普通というか、うん、あとその音楽の優劣どうやってこれ漫画で書いてんだろうみたいな、正直まあ僕も音楽詳しくないですし、うん、わかんないです。で多分そんな細かく書きすぎてないんじゃないか、うん、なんなんですけど、うん、結局なんか読んでるだけでその話自体にやっぱ演奏とかが常にあるので、うん、なんていうんだろうな、こう話自体がテンポがまさに音楽が、まあ例えばイラさんの小説も読んでてなんか音楽聞こえてきますけど、うん、なんか音楽が常に聞こえてくるみたいなテンポで読める、なんて言うんだろうな、なんか漫画読んでる感覚というよりちょっと音楽聴いてるみたいな感覚が、うん、そうね、なんかでもあとジャズへの憧れみたいなの書くのがうまいよね。そうそうそう、そうなんですよ、うん、だから、うん、まあ個人的には話自体は普通、まあ普通にもちろん面白いけど普通なんですけど、うん、音楽とか世界に出ることの楽しみ、うん、ワクワク感じさせてくれるみたいなところ、うんうんうん、あとはまあね、その今の冒険活劇というか、まあいっぱいそういう漫画ありますけど、うん、やっぱりそれと同じでゼロからね、あの中学バスケ部でそっからいきなりジャズ始めて世界にみたいな感じで、うん、ゼロから夢を追うことみたいな、なんかやっぱりさっきの自己啓発の話じゃないですけど、うん、元気づけられる。でも大体さ、その手の成長物語がさ少年漫画の核だよね。そうなんですよ。そうそうそう、うん、それは別にさサッカーでもバスケでも、そうなんです、ね、相撲でもジャズでもいいんだけど、そうそうそう、うん、だからなんかまあ単純なんですけど、まあ僕はもうただのおっさんですけど、ただその中学生のゼロからのみたいなずっと見てると、やっぱなんか自分も勇気づけられるし、いつまで経ってもある意味なんか少年っぽくなんかやってみたいなみたいな、極めたいなみたいのは、うん、まあありつつイラさんおっしゃったように、うん、なんかジャズが詳しくないですけど、やっぱりなんかその本読みながらジャズ聴きたくなったりとか。ああ、でもそういうのいいよね。ちょっときついんじゃない。そうそうそう、面白いね。古い CD いっぱいあるからね。そう、なんか、うん、なんか漫画読んでるっていうより、うんうん、なんか音楽に触れる漫画みたいな感じですかね、うんうん、で僕も知らなかったんですけど、僕は漫画で買ってってるんで、あの原作は追ってないんですけど、うん、もう今年の途中からそのブルージャントシュプリームってヨーロッパでこう上がってこうって話だったんですけど、うんうん、なんかもうアメリカを舞台とした第3部ブルージャントエクスプローラーに展開してるみたいなんで、うん、さっきの鬼滅じゃないけど、この彼はね、うん、こう、うん、続けてんだな、みたいな。うん、でもあれはどう扱ってんの、人種問題は。ああ、確かに。ジャズって言ったらね。ああ、でもまあそうですね。うん、ただ、そんな言うほどないかな。僕も言われるまで今、感じたことなかったから、うん、もちろんその日本人がみたいなとかはあります、うんうん。まあちょっとあれぐらいか。でもどちらかというと、人種というよりも、やっぱりそういうね、世界っていうフィールドに立つときに、うんうんうん、なんか感じるハードルみたいなものの方がなんか高い。だから、日本人がジャズ、うん、みたいな、確かにちょっとあった気はするんですけど、うん、まあそんなにそこはないかなと、個人的に。そうね、今はもう完全にそんな黒人のものみたいな感じはなくなってるからね。うんうんうん、ただそのバンド自体もいろんな人種で組んでるので、うん、まあ面白いですよ。うん、はい。じゃあ、ひろさん。はい。ベスト3の第3位ね。第3位というか、まあ3番目に紹介しようと思ってたやつなんですけど、はい、うんうん、まあ、私小さい頃から仲良しとかリボンとか、まあ、そういうのを読んでまして、小学校の時、はいはい、うん、で、中学生になったある日、まあ、友達の家に行ったら、うん、今までそのちょっとなんていうの、キャルンみたいな感じの少女漫画ばっか読んでた私の目に、うん、これが飛び込んできました。バラ色の明日、はい、バラ色の明日、え、誰、育英美里雄さんの、あ、育英美さんか、はい、うん、バラ色の明日っていう、うん、いや、育英美さんうまいよな。そうなんです。で、うん、もう超ハマりまして、大ファンになって、うん、あ、ちゃんとまとめてる、はい、大人の恋を知ったバラ色の明日、育英美里雄さん、うん、1997年から2000年まで別冊マーガレットで連載してたんですけど、うん、全部で6巻あって、これは、うん、で、短編集がそれぞれ入ってるんですね、うん、で、このタイトルだと恋愛ものなの、はい、
そうです。恋愛ものです。はいはい。で、うん、なんですが、普通の少女漫画と違って、やっぱり大人の恋っていうだけあって、例えば自分のお姉ちゃんの婚約者を好きになっちゃったりとか、うん、なるほど、なるほど。兄弟愛とか、うん、なんかちょっと暴力的な彼氏を好きになって、その人と結婚するとか、うん、なんかちょっとドロッとした話が、あるんですけど、うん、ドロッとした結構テーマのはずなのに、うん、何でしょう、こうセリフ回しなのか何なのか、うん、絵のタッチなのか分かんないんですけど、そう感じず、うん、こう素直に受け取れるっていうことと、うん、あとなんか多分独特の何とも言えない間の抜けたテンポがこの郁恵美涼さんの漫画には全てにおいてあるっていう、このテンポにすごく惹かれて、うん、私はもう大ファンになったので、この一冊をぜひ皆さんに読んでほしいなと思ってます、うん。それは連載どこ？集英社の別冊マーガレットですね。別冊マーガレットか、じゃあ王道だね、はい。なんか暴力的な彼氏と結婚するっていうとレディースコミック系のやつかなんかと思ったら別マか、うん。そうなんです。で、このあのバラ色の明日っていうのは、あの1999年の小学館の漫画賞少女部門の受賞作。なるほどね、はいはいはい、だったんですよね、うんうん、なんでそういう意味でも結構こう大きくの人に受け入れられた漫画なんじゃないかなと思います。ちょっと面白そうだね、うん、ドラマ化してる映画とかも郁恵美さんの、ね、漫画多いので、うん、多分読みやすいのが多いんじゃないかなと思います、うんはい、なるほどね、はい、別間か別間です昔少女漫画よく読んでたな僕も。あ、聞きましたよね、うん、じゃあ僕はね皆さん早速、僕はこれです。これね、最近のトレンドなの。結界誌。女性作家が少年漫画に殴り込みをかけてくる。はい。で、これね、結界誌はテレビでアニメにもなったから、まあこれなんだけど、はい、これと、これで迷ったんだよね。剥がれ。あー剥がれはまあ大傑作でしょ、はい、はい。で、結界誌もまあ同じように傑作で、あ、うんね、ちなみに今回ですね、僕はあの家に全巻あるものしか選んでない。おお、すごい、さすが。ハガレンと結界誌なんだけど、ハガレンの方が有名だし、もうね、うんうんうん、アニメにも映画にもなったんで、じゃあ、田辺イエローさんの結界誌を選ぼうということで。うん、これはでも素晴らしいよ。どういうストーリーなんですか？基本的にはこれも中学校の、先祖代々、ある呪術を使える。それがあの結界っていう箱を組んで、その中にあるものを滅せられる、霊魂だったり、化け物だったりを。それを受け継いでいるこの男の子が、すごく大きな、日本中を揺るがす陰謀の中に巻き込まれていくっていう。だから異能バトルものだよね、和風の。で、正直その異能バトルっていうのが、多分、まあ、アベンジャーズみたいなスーパーマン同士の戦いじゃないけれど、日本の少年漫画の発明した一番強い方だと思うのね。なので、これがまあ女性の書いたやつではおすすめかな。で、田辺家夫さんすごく力があるんで、今、うん、サンデーで不定期でこのバードメンっていうのを連載していて、こっちも面白いです。ある日突然、空飛ぶ鳥女の血を受け取った子供たちの背中に羽が生えるっていう。で、要は、こっちは次の人類に進化していくっていう話なの。ああ、面白そう。うん。結界誌は本当におすすめなので、うん、まあ、時間のある人は、読んでもらいたいな。でも、うまい。正直言ってね、鬼滅の刃よりアクションシーンとか、戦いの場面もアイデアが豊富だし、こちらの方が全然いいです。いいですね。全35巻だから、それなりに読み応えはまあ。うん。だから、35巻とかさ、この辺が漫画は一番いいよね。確かに。もうちょっと読みたかったっていうのは確かに。うん、そうそう。ドラゴンボールもこれぐらいだよね。はい。うん、70巻ぐらい行くとね、今ちょっときつくなってくる場合。70巻ですごい盛り上がって終わってる人は、あんまり知らないな。なので、この女性作家のアクション漫画、少年漫画の大傑作っていうので、最近のトレンドの中から結界誌を選んでみました。これ最終話なんか素晴らしいからね。またその女性作家ってあんまりステレオタイプの方でね、はめすぎるのはあれですけど、でもやっぱりこう井田さんから見て、まあ少年漫画、うん、僕も逆にあんまりそういう視点で見たことがないんで、うん、今までも当然少年漫画の中で女性作家っていらっしゃったと思うんですけど、うんうん、ただやっぱりなんか女性ならではのなんか観点とかそういう書き方とか、なんか今回さ、鬼滅の刃に関しても、退治された鬼にもちゃんとフィーチャーが当たるじゃない。ね、鬼には鬼にならざるを得なかった悲しい事情があったみたいな、うん、そのパターンはこちらも全くそうです。あ、そうなんだ。生まれついてのある特殊な能力のせいでどんどん孤独になっていって狂っていく、
悪とかが出てくるわけ、ちゃんと。なので、一方的に悪いとか、ただ残酷なだけみたいなキャラは出てこないんだよね。そこら辺はなんか女性が描く漫画の、アクション漫画のいいところだと思う。なんだろう、こう、なんかあんま深くなりすぎたんですけど、それはなんか女性の方が見ないの愛が深いんですか？なんなんですかね。善と悪っていうのをパチって切り分けないんじゃない？でもなんか最近の少年漫画ってその傾向ありません？あるあるある。だから悪に対してもある種の理解を示さないと、うん、その物語に深みが出ないっていうのがあるんで、ただそれをやりすぎると逆にそのバトルが盛り上がんなくなるんだよね。相手に同情しちゃうから。うんうんうん、なのでそこら辺のさじ加減だと思うんだけど、でもこれはまあ素晴らしく面白い。サンデーに連載していた返しですね。はい、サンデー見ないな。はい、おすすめです。はい。はい。ということで。話は尽きませんが。はい、ここまでで。はい。はい、この後編というか続きはですね、うん、まあ僕とヒロナさんの残り2作はもちろんですけど、皆さんお待ちかね。イラさん、残り何作？あと4作プラス1です。あ、4作プラス1ってちょっと気になりますけど、はいはい。それはちょっとおまけを。はい。ということで。ちょっと、はい、これあれですね。なんか、ごめんなさい。終わらせようとしてる時に喋り始めちゃって。いや、なんかこれマニアックになりすぎて、ちょっと熱くなって、喋りに没頭しないように気をつけないとって今ちょっと。え、全然いいよ、それで。本当に。漫画好きが、漫画好きが見るんだから。おー。ということで、ね。いや、楽しみです。ね、僕も結界誌の続きも話したいことあったんですけど、じゃあ続きは後編でという。はい。はい。ということで、下の、ここに URL ありますのでよろしくお願いします。あと、YouTube もね、もうすぐ1000人。見えてきたかな。お、そうだ。はい。頑張ります。チャンネル登録もよろしくお願いします。はい。はい、お願いします。じゃあ、後ほど。はい、それではまた。またねー。